こんにちは、コンシャン東京原宿店店長の島崎です。今日はこの間髪の毛を切ったのでセルフセットの動画です。今日は、いつも上げてるので今日はたまには下ろしてみようかなと思うので、下ろしの無造作系ちょっとやぼったい感じのセットができればなと思っています。で、まあこの間の動画でも言ったんですけど、イボシ君と早見君にパーマをスパイラルと、シーカールのミックスな感じでパーマをかけてもらってるので、それを活かしてタオルドライでやっていきたいと思います。タオルドライします。はい、こんな感じでタオルドライしました。では早速やっていきます。今日はクレイとナチュラルを使ってやっていきます。グレイですね、このぐらいしっかりめに。でパーマなので、もちろん髪の毛の中間から毛先に、クレイをなじませていくんですけど、しっかりこう握りながらやってあげるとパーマ感しっかり出やすいと思うのと、無造作なスタイルを作りたいので、今日はあんまり前髪つけないとかは気にせずに、全体感大体同じような感じでつけちゃって大丈夫です。なじませ終わりました。これだとまだなじませ終わっただけなので、ただボリュームとパーマが出たような状態です。ここからちょっと整えてやっていきます。でこの時ナチュラル、ナチュラルを後で足すことによって、全体の馴染みが全然変わりますね。まだ僕は長いので余計にクレイだけだと引っかかってしまうから、ナチュラルとか柔らかいワックスを混ぜたりとか後付けしてあげたりするとより良いです。でまず1線目みたいなイメージですね、バーッと上げてもらって1線目、形を作ります。はい、こんなもんですかね。後で直すので大体の形を作ってください。でちょっとずつナチュラルを足しながらいきます。2線目、もう無造作なパーマスタイルはこれを繰り返していけば変なボリュームも収まるし、束の重なりというかこうカールの重なりもうまくいくし、作り込みすぎないで済むので、これが一番簡単なやり方だと思います。セルフセット、はい、一番上ですね。はい、で後ろです。バーッとやって襟足飛ばせるように斜め下に持っていきます。で後頭部はつむじのところを持ってきつつ、ボリュームを出せば大体 OK。 で襟足は無造作な感じの方がかっこいいので、パーッと散らして決めすぎない感じしましょう。はい完成しました。こんな感じです。僕が下ろすとめっちゃギリギリ下ろせるかなぐらい、結構邪魔っす、とっても邪魔ですね。でも無造作、最近ここセンターパートに切っていく方とかも、多くいらっしゃるんですけど、こう下ろしも無造作な感じで下ろしもやりたいっていう方も結構いるので、たまには下ろしてみようかなと思いました。はい、もさっとした感じとかやぼったいみたいな感じが好きな人は、センターパート長めな感じで切っていても、たまには下ろしてみてもいいのかなと思います。はい、こんな感じです。はい、はい、ではご覧いただきありがとうございました。またお願いします。